やるっきゃねえよな。 ちょいとお尋ねしますよ、姉ちゃん。この辺で怪我人を連れた怪しい連中が通りませんでしたか？鷹狩りの前に血と英気を養っていくとするか。俺のモットーなんだ。楽しく刺激的にってな。 追ってです。黒犬騎士団が来ています。黒犬騎士団、罪人たちを徴用した兵団だ。ミッドランド軍でも一番荒っぽい連中さ。前の戦じゃ悪さが過ぎて辺境送りになったって聞いてたけど、こいつは噂以上に立ちが悪いぜ。 敵を近づけさせるな！ 俺がやる。先に行け。 頭、奴ら今後も同じような罠を仕掛けてるに違いねえですぜ。だから。 いやだやだ。死ぬの生きるのなんて言ったら人生損しちゃうよ。なんだこいつら。何人ぶった切っても少しもひるまねえ。 道を塞ぐんだ。 噂に高い鷹の弾、たっぷりと味わわせてもらおうか。 出来上がれ。
がいるじゃねえか。俺にも遊ばせろ。こいつの異様な殺気、この感じはあいつと同じ。しかしなぜだ、どうしてあんなものが俺やグリフィスの前にばかり現れる。この手で蹴りをつけてやる。知ったようなそぶりじゃねえか。そうか、ゾッドの牛バカが言ってたのはお前さんか。こりゃ思いもよらぬ前夜祭になりそうだな。さあ遊ぼう。つまみ食いだけのつもりだったがな、待ってらんねえや、食まで。このままではまずいぞ。馬車を壊せ、引きずり下ろして首をはねろ。Come on.
お答えして再登場。どうしたの君たち、震えちゃって。黒犬騎士団心得。エンジョイ&エキサイティング。そういうこと、忘れちゃダメだよ。まだついてくるのか。よし、火で奴らを焼き払ってしまえ。
しむことはいい。進め。まずいか。いや、ギリギリ間に合った。よっしゃ、野郎ども、全軍突入り、あれ？ありがとう。ここは一丁、オイラが盛り上げてやるとするか。悪すぎる。ここは引くべきだ。さあ、プラット行ってみようか。違う、あの時とは別の。こいつは俺が勝負をつける。こいつとは、こいつらとはどうしてもケリをつけなくちゃならねえんだ。自分の剣で通用するのか。本当に俺の剣はこの怪物に通用するのか。出ろ、俺の体、前に出やがれ。
いやーやだやだ、死にたくないよ。早く呼び出せあの方たちを。シンクのベヘリット、ハオの卵、呼び出せ、それを使って。我らが守護天使を、4人のゴッドハンドを。ゴッド。てめえはゾッド。ノスフェラトゥ。ノスフェラトゥゾッド。てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う、それが俺たち人の唯一の戒律のはずだ。そうだ、俺がここで貴様を引き裂いたとしても、それもまた俺の自由。待て、てめえに聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのはこいつのことじゃねえのか。間もなくわかる。すぐに。おい、おい、冗談だよな。あのグリフィスがこれからじゃなかったのか。グリフィスが戻ってきてこれからじゃなかったのかよ。わけもわからねえうちに罪人にでっち上げられて、一年中虫キラみたいに逃げ回って、仲間も半分以上殺されて、それでもグリフィスさえ帰ってくりゃって信じた挙句がこれかよ。どうするんですか。これから俺たちどうするんですか。鷹の団が全滅したわけじゃないんだ。このままキャスカ隊長が。グリフィスあっての鷹の団、それはみんな分かっているはずだろう。ここに残ってるものならなおさら。だけどそれじゃ俺たち。おい、お前ら、時間をくれないか。別動隊が合流するまでまだ間がある。それまで考えさせてくれ。お前、さっきみんなに何言おうとしたんだ。自分で挑んだ戦の蹴りぐらい自分でつけろってさ。強いな、お前。自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今のグリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。すがるものをなくしてしまった人には何かしてあげられるのかな。優しい言葉をかけること、厳しい叱咤。私は誰かにそばにいてほしかった。お前どうすんの、これから。また武者修行か。お前は居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人くらい面倒見られるだろう。だったら俺も。お前はもう抜けた人間だろ。お前はもう自分の戦を始めちまったんだからな。今度こそはキャスカを連れて行けよ。無理やりでも何でも。出ないとあいつ。
大将。勝大将。また一人でどっか行っちまうんですか。お前ら今度は俺たちも連れて行ってください。切り込み隊全員で決めたんです。アシラ、まだまだやれますぜ。隊長さえいてくれれば傭兵だって何だって